続々とこんばんはが。お疲れちゃん、お疲れ様です。お疲れちゃん。今日はなんかチェック柄のワンピースを着てました。今日はそうですね、お話し会があったんですけど、お話し会ありがとうございました。いろいろね、公演とかいっぱいあったのでね、いろいろお話ができました。楽しかったです。ディズニーから見てます。え、本当にいいな。わあ、すごい、なんか焼肉の、何これ、すごい、何これ、めっちゃ焼肉飛んできた。これがタワーなのかな。え、チェリオとエンジェルなぎおしさん、焼肉、え、なに、かわいい、かわいいってか美味しそう、ありがとうございます。焼肉タワー、焼肉大好き。すご、焼肉、あ、イベントの一種なんですね。焼肉大好き。焼肉かすき焼きか、私は焼肉派ですね。どっちも好きだけど、焼肉が好きです。選ぶとしたら、うん。あ、そう、室長さん、焼肉タワーありがとうございます。焼肉大好きです、ありがとうございます。どの部位がいい？焼肉だと、でもやっぱ牛タンと、でもね、どうだろう、脂身というよりかは赤身が好きで、カルビとかじゃなくてサガリとかが好きですね。赤身が好き、ハラミも好き、あのホルモンも好きですよ。うん、島町、え、そう、島町も好き、まあ、いっぱいありますね、好きな種類は。すごい、なんかいろんな部位が流れてきます。一人焼肉行くのって、いつか行ってみたいけど、まだ一人焼肉は行ったことないですね。焼肉ライクとか行ってみたいんですけど。でも、もう行ったことないです。いや、結構お腹いっぱいですね、私。お腹いっぱい、寒っ。今日も寒い。なんか今さっきエアコンつけたから全然部屋が温まらん。北海道今日雪降ってたね。そうなんですよ、なんか結構積もってる。私の親がやばいよ北海道って、なんか写真送ってきたんですけど、結構こんぐらいかな、うっすら積もってた、もう足跡ついちゃうぐらい。ねえ、寒いです。
冬だね。そう、本当にもう冬ですね。今日東京では半袖着てたのに、東京もめちゃくちゃでもないんですけど、東京もなんか地味に寒いですね。そうだから、なんていうの、ちょっと寒い、ちょっとじゃないけど普通に寒い。すごい今なんか焼肉のタレ面白いね。寒いよ東京も。でもすっごい厚着すると逆に暑いし、でもちょっと厚着しとかないと寒いし、難しいですね東京の温度は。なんか 温度っていうか、なんて言うんだろう、東京の冬はそう中途半端に寒いんですよね。なんか乾燥もすごい。むずいです、非常に難しいです、東京の寒さは。え、わかる。厚着した時の電車が暑い。わかる。電車で、そう、普通に汗かいたりする、今の時期でも なんかさっきまで寒かったのにっていう、なんか、普通に汗かきますね。なんでだろう。絶妙ですね。ウルトラライトダウンよく使ってる。ウルトラライトダウン。ダウンですか？ね、ダウンを東京で着たらね、結構汗かいちゃいますね。私、多分。今日はお話し会で笑い疲れた。笑い疲れた？笑い疲れた？すごい、その笑った。すごい。まあ、楽しいですよね。苫小牧も雪降ってきた。おー、本格的ですね。お話し会の会場はあったかいの？どうだろう。でも今日はね、ちょっと寒かったかもな。お内裏がずっと「寒くない？」って言ってた 寒かったですね。でもファンの方と話してる時はそんな寒くなかったけど、待ち時間がなんか寒かった。画面酔いとかしない？しないな、特に。画面酔いはないかな。でもオンラインお話し会も最初の頃はやっぱりその画面でずっと喋ってるから、目がね、しばしばしてた最初の方。でも今はねそんなことないんですけど、そう、慣れた。最初の頃は目がね疲れました。でも目薬使わなかったかも。なぎちゃんどこ見てるの？カメラ。私はコメントを今見てます。カメラはね、ちょっと左側にありますね で左見たらコメントが見えなくて。そう、
ぱり握手会の枚数だったら時間が短すぎた。オンラインの時は握手会の時よりも枚数増やさないと。あ、そうなん、短い。まあ確かにオンラインだとブツンって終わっちゃうもんね。もう強制的だからねうん、強制、確かに。1枚15秒で増えたんだけどね。あ、逆に増えてるんですね。うーん、オンラインお話し会苦手だけどなぎちゃんと話してみたい。話したい。まあ確かに苦手って言ってる人の気持ちもわからなくもない。オンラインってね、難しいよね。増えてたんだ、初めて知りましたそう、増えてるんだって。なんか15秒今コメントで見ましたうん、私も知らなかった、15秒増えてるの。でも握手会の時に粘る人は減った印象になるのかも。うん、まあね、握手会とオンラインって違うよね、全然。うんオンラインは粘りようがないからそうですね、確かに。うん、冬はヒートテック欠かせない。私はヒートテックはね、着ないです。ヒートテック着るってなんかスキー行く時ぐらいかな。私スキー行く時は絶対みんなヒートテック着てるっていう印象だったから。うん、その私服の中にヒートテック着てるっていうのあんまりしなかった。したことない。あ、汗かかないとあったかくならないのよ。あ、逆に。スキーできるんだ。できますよスキー検定も、そうそう、まあ、劇場でこないで喋ったんですけど、一応持ってる。でもね、ジュニアだからそんなにすごくないんですけど、何級だっけな。でも全然、でもね、スキー検定も意外と簡単に取れますようん、多分ジュニアじゃなかったら結構難しいのかな。え、でもそんなことないと思うんですけど。うん、二の字で滑れたらもう結構いいところまでいける印象。わかんない、ジュニアしか私やったことないんで。うん、なんか小学校の時の冬休みに、そう、なんか友達と二人で
スキー検定取りに行っててそう、毎年じゃなかったけど 2回かくらい取りに行って、そう、リフト降りるの無理ゲーなのよねあ、わかる。スキーで、まあ、リフトに乗るまではいいんですけど、降りるときってちょっと難しいんですよ。乗るときもちょっと難しいかもしれないけど、そうですね、タイミングがちょっと難しいです。うん、怖いよね、確かに。リフトで、そう、でもリフトは本当にスキー板とかが外れて落ちたりとかするとリフトが止まったりするから、リフトがこうやってグラングラン揺れるあの瞬間も結構、まあ、楽しいっていう人と怖いっていう人がいるよねまあでも難しい、リフトは。リフトを止めるとめっちゃ恥ずかしいそうだね、うん、あ、私のせいでリフト止めてしまった、すいませんって、そう、注目の的ですよねえ、私は止めたことはないな、うん、でも夜になるとやっぱりちょっとライトアップされて音楽も流れて雪が降っててってすごい綺麗ですよ、夜にリフト乗ったら。そう、まあリフト乗ったら乗った分だけ降りなきゃいけないんですけどねそれが大変だ。うん、でも何年やってないかな、私スキーはもうずっとやってないから、私は北海道出身だけどもちょっと久しぶりすぎてやるってなったら怖いかも、スキー。うん、なぎちゃんバスケ顔？どういうこと？バスケ顔？バスケやってそうな顔ってこと？うん、そう。でも覚えてるからできるよ。10年やってなくてもできた。そんな10年もロスあってできるものなんですね。久しぶりにスキーはやりたいですね。でもスキー板あったかな、もうなんかそう AKB 入ってからスキーやってないよ。確かに10年近くやってない、いや7、8年ぐらいやってないですね。でもスキー場でも「沼ハマルーマー」流れててほしいなテンション上がりますね、それはね。海でサーフィンやったことない、逆にね、海でサーフィンはやったことないですけど、それはどうなんですか、海が南の方に住んでる方はね、サーフィンとかが得意なのかな、逆に。
北の方だとスキーが得意で南だとサーフィンが得意わかんないですけど、難しそう。サーフィンって私だったらすぐダメですね、倒れちゃう。沖縄の人は海に入らない。あ、そういうものですか。へえ。根も葉もルーマー流れたら気を取られてこけそうあ、根も葉もルーマーだってなってダメじゃんサーフィンもやってみたいっちゃやってみたいですね。ネットサーフィンというものもあるネットサーフィンもね、得意っていうのあれはネットサーフィンも好きですよ私、うん、県民省で沖縄民は海に入らないって言ってたね、意外ですね。海は友達って感じなのかと思った。違うんだ。なぎちゃんに夢中でスマホ見ながら歩いてて窓ガラスにぶつかって恥ずかしかった。そんなことある？そんなことあるんですかそんな漫画みたいなこと。リアルに電柱にぶつかったことあります。そんな嘘。電柱にぶつかるってやっぱよそ見してぶつかるんですか。ぶつかりようがなくない。面白い。そんなことがあるんですね。面白い。面白くはないかまあ言いたいね、ぶつかったら。携帯見てて曲がったら目の前にって感じです。あー、曲がったらすぐあるってやつ、不意打ちだね。それは痛い。僕もありますって言いすぎじゃない、電柱にぶつかってる人ながら携帯いすぎだよマンガみたい。電柱にごめんなさいって謝ったことある。あ、人と間違えて。確かに間違えちゃいそう、ぶつかったら。再販のお話し会申し込みました。初めてで、ね、緊張しています。当たるかな。ありがとう、待ってます。楽しみですね。人にぶつかりそうは割とあるね。東京人多いよね。でも自転車も多いし東京は。だからさ、後ろもちょっと注意して歩かなきゃいけないから大変だよね。なんか右側通行とか左側通行とか、あんま歩く側ってね、そんなにガチガチに決まってるわけじゃないし、うん。でも私この間自転車にひかれそうになってなん
か人が歩いてて、でその避けようとしてたら後ろから自転車も来てて、自転車に轢かれそうになりました。めっちゃ笑ってるけど。そう、轢かれそうになった。だから本当にね、そうだね、気をつけてくださいね皆さん。うん、ね、気配を感じて。でも多分その時は、うん、両方、私も多分悪かった。よそ見はしてないけど、でも後ろを見ながら避けるべきでしたね。私も、うん、はい、ワイがボディーガードします。ボディーガード、映画でしか見たことない、ボディーガードって。 SP、 SP ってどうやったらなれるんだろうね。 SP の育成所とかあんのかな。よく映画とかでさ見るけどさ、確かに身長とか決まってそう、何センチ以上とか。日本は基本173センチ以上。お、高い、高いね、高い。まあ日本の平均がちょっと分かんないですけど、勇気が必要。それはそうですね。警察から選抜される。そうなの。もっとなんとか多いイメージ。そうなんだ、すごい、みんなお詳しい、かなりエリートだよね。筋肉もりもりだよ。守んなきゃいけないですもんね。すごい、そうなんだ。ギリギリ173あります。おお、高いですね身長。でも給料はそうでもない。いやいやいや、わかんないじゃないですか。柔道か剣道で3段以上って相当すごいよね。ああそうなんだ、3段以上のレベルがわからないや。でも、でも少ないけど女性もいるらしいよ。え、かっこいい。
あーすごい、なんか卵がいっぱい。台湾ファンカミング、渚キュートですか？ ありがとうございます。ナギ143センチですか？それは冗談ですか？ 違うでしょ。150はないけど149.8ですね。絶対ふざけて言っていますよね。もうすごい楽しい。なんかここにいっぱい焼肉関係が出てくるから。ネギちゃんはドラえもんより大きい。ドラえもんって、何センチ？ ドラえもんって150あるの？でかっ。130センチぐらいだと思ってた。129か3、129.3くらい。あ、でも逆にそんな細かいんですね。129でいいじゃん。じゃあ129.3の点3は何？ あ、じゃあまあ全然私の方が勝ってるわ。 ドラえもんよりも私は身長でかいですから、20センチも約ね。細かいね、設定。130がキリいいのにね。でも130ぐらいだったらのび太は100、あ、でも私と同じぐらいかな、身長。だってまだ小学生でしょ？ランドセル背負ってるもん。でも私の、いとこで小学生の子がいるんですけど、その子、小学生の子と中学生の子がいるんですけど、2人兄弟の中学生の子にはもう身長抜かれましたね、私。はい、もう追いつかれたじゃないんですよ。身長抜かされちゃいました。もうこんなちっちゃくて本当可愛かったんですけど、まあ中学生になるとそりゃそうだよねって感じです。 ねえ、そう、その子のお母さんとかも結構身長大きいのでね、羨ましいです、すごく。そう、なんか赤ちゃんの時から見てたのにそんなでかくなっちゃってって感じ。 不思議。なんかあんまね、コロナになってからさ会えてないけど、そう、マシロちゃん158だって。いや、マッシーは本当になんか身長伸びたよね。こないだ前に1回だけ東京で会って、なんだろう、なんか生写真撮りに来てたのかな、わかんないけど、久しぶりにマッシー見てなんか身長伸びたねって感じだったんですけど、でももっと伸びると思う。マッシー170ぐらいになりそうね。成長期ですよ。
レアキャラ。まああんま会えないからね、マッシーってね、メンバーでさえあんま会えないので。うん、レミちゃんも高い。レミちゃんももっと大きくなると思う、身長。うん、もう158センチある時点で私はもう羨ましいの限りです。どこのパワーストーン？パワーストーンですか？どこの？でも普通になんかパワーストーンショップみたいな、どこにでもあるストーンショップで作ったパワーストーンです。お仕事の時はいつもつけてる。うん、でもね、なんか一個一個意味があって、石にすごいですよね。それを組み合わせて自分で作っていくんですけど、そう、楽しいですよ、パワーストーン選び。うん、いつ台湾に行きたいですか？台湾は、もう来年台湾行きたい。台湾いいよね。旅行行きたいですけど、うん。行き台湾。台湾に行ってパイナップルケーキが食べたいです。もうすでに来月楽しみなんだけど。え、なんかあるんですか、来月。まあね、来月はクリスマスがあるからね、楽しみよね。お風呂入るので落ちます。今日はありがとうございました。ありがとうございました。お風呂か、なぎもショールーム終わったら入ろう。なぎちゃん中国語話せる？ウォフハオは合ってますか？こないだマチャリンにちょっと合ってるみたいな感じで喋ってみて、私は元気ですって、ウォフハオ。でもね、多分どうだろう、ちょっと聞き取りにくいかなって感じかな。でも一応マチャリンには通じた。そう、あとなんかいろいろマチャリンに他教えてもらったんだけどね、なんだっけ、何を教えてもらった、疲れたを教えてもらったんだけど、なんだっけ、ちょっと忘れました。忘れました。でもね、そう、発音はね、ちょっと全然綺麗じゃないので、私。はい。うん。なんで疲れたをチョイスした？なんかね、そう、ルーマを踊ってて、その時。ルーマをたくさん踊ったので、その後でマチャリンに教えてもらった。そう。
でも忘れちゃった、なんだっけ。まあ忘れちゃった、ヘトヘトになってましたね、うん、あ、レイラみたいな、そういう、うん、そういう感じの発音だった。でもちょっと発音難しかった、それ。うん、あ、ウォーレイラ、ウォーが必要なんですよね、疲れただけじゃ通じないみたいな言ってた、マチャリンが。ウォーレラみたいな、ちょっとわかんない、発音できないですエイトに入る前なんか習い事してた。習い事はしてたけど、そんなに長くもやってないな。でも一応ピアノは習ってて、そう、でもね、そんなに長いことやってなかった。うん。でもまあ音符見れば弾けるかなって感じ。まあでもスラスラ弾けるわけではないです。練習すればできます。うん、一応弾けるに入るぐらいにはレベルはあるのかな。でも絶対音感はないですうん、ないけど、まあ弾けるっちゃ弾ける。うん、そうだね、手が小さいと本当に鍵盤の移動が本当大変かも。手がちぎれそうになるなんかありえないぐらい鍵盤移動する時とかね、多分あるよね。そう、指長いからピアノやってる人だと思われるのが悩み。え、なんで、いいじゃん、よくない、ピアノやってそうって言われる。手綺麗って意味よ。うん、チャレンジしたい楽器は、なんだろう、でもなんかバイオリン弾ける人って本当に憧れるよね、なんか。うん、ルンバは本当だからかっこいい、バイオリン弾いてる姿が。なんか上品よね、すごく。うん、とかドラムとかね、ドラムやってる人はもうめっちゃかっこいいと思う。うん、でバンドで私が一番最初に目が行くのってドラムやってる人なんですよ。そう、ボーカルとかいろいろいるけど、ドラムに目が行っちゃう。なぎちゃん、カオルさんに伝えておくね伝えといて、本当にすごいってそう、太鼓なら負けないよ。あ、でも私太鼓やってた。なんかほは、なんかまたイントネーション言われちゃうわ。保育園で保育園で太鼓やってました。なんかそういうね、伝統的なあれなのかわかんないですけど、でも太鼓を必ずやらされて、で発表みんなでしてみたいなのあったんですけど、保育園で
そう。そう。保育園なんか笑っちゃう、保育園っていうのに。保育園でそうやってました。そう、太鼓ねえ。まあでも小学校じゃない、保育園は保育園しかやってないですけど、でも北海道版のイントネーションでいくね、保育園でしかやってないですけど そう、保育園で体育やってました。そう、バチを持って、だからね、バチを持ってたけど私よそ見してて練習中に怒られたなんかバチちゃんと持ってなくてそれめっちゃ記憶に残ってて、そうね、ウケるよね結構しっかりと教えてくださってました年長さんになったらやるんですよ。そう、長いアットマーク実は一押しですさん、タワーありがとうございます。タワーでも太鼓ができるっていうのもかっこいいよね。なんかこうやって鉢巻き巻いてどん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 って、でもそう、太鼓で思い出したけど、太鼓の達人があるじゃん、それが TikTok で太鼓の達人があって、それをね、そうやろうとしてるんだった、今思い出した。なんか瞬きしたらドンって一回音が鳴るやつ、そう、それをねちょっとやってみようかなって感じ。でもね、太鼓の達人、そう、あやねちゃんめっちゃ上手なんだよね。なんか、そう、見たことある。テレビでやってたよね。なんだった？目を酷使しそうですね。うん目疲れそうあ、アンロケだった、アンロケでやってたか。でもあやねちゃんが太鼓の達人めっちゃ上手っていうこと知らなかったからびっくりしたそう、うん、ロガールか、パパラッチだよ。あ、ロガール、ロガールか、あ、ロガールっていうのもありましたね、懐かしい。アンロケは何の企画に出るの？クリスマスイブに放送？そうだね、アンロケも昨日収録してきて25日に放送なんですけど、ん？ 24 かな、あれどっちだっけ、いや25ですね。そう、まあ楽しかったけど、まあみんな体張ってましたね楽しいよ、楽しいけど、まあうん、結構ねメンタルやられるメンバーもいたかも24日だったか、イブか。でもね楽しかったですよ。私はでもその中でも運がいい方だなと思いました。そんな企画です。どんな企画よって感じだけど、そんな企画なんです。ちょっと言えないですけどね、あんまり。そう、私はギョテンとリンリンとした音っていうエイト面は、そう、そのメンツだった。
エイトはね、でもいっぱい出ますよ。全然わかんないけど楽しみ楽しみにしといてください。楽しみにしてくださればもうね、楽しいことは間違いないので。はい、柿の種持ち帰ったのって。そう、持ち帰った。誰かがもう場面書いてたかな。リンリンのツイッターリンリンか。でもね、お菓子が置いてあって、やっぱクリスマスパーティーって感じだから、だからその時朝ごはんとか食べてなくて、収録が結構お昼とかだったんだよね。だからお昼ご飯も食べてなくて、すんごいお腹空いてて、でも収録中はね手を出さなかったんだけど、まあ収録終わりましたってなって、ちょっとお菓子をいただきましたでもお腹空いたんだもん。あれはもう本当お腹空いてた。うん。なので柿の種をもらいました。ね、お腹すくとね、ちょっとね、何も頭が回らないのでねやっぱ食べないと。はい、お腹空いてる時のお菓子は最高。そうですね、いくらでも食べれちゃいます。うん、わかる。今日はアイス食べた。アイスは食べてない。今日はアイス食べないかな。買ってきてないし、買ってくるのもめんどくさいですちょっとだからいいかな。今日は、今日はちょっと眠いからもう寝ますねうん、この間ハッピーターン止まらなかった。ハッピーターンね、美味しいよね。うん、絶対ね、絶対どこの現場でもハッピーターンはあるってぐらい結構見ますね。美味しいよね。うん、そう、ハッピーターンのあの粉、どうやって作ってるんだろうね。美味しすぎる。ハッピーパウダーっていうの、あれ魔法の粉怪しいですね。魔法の粉です。美味しい。ね、なんか粉増量みたいなのあるよね。そう、砂糖と塩と味の素だけらしいよ。そんなことある？そうなんだ、公表されてるんですね。へえ。ね、意外とシンプルだった。もっとなんかいろいろ蜂蜜とか入れてんのかと思った。まあ、粉だからまあそれはないか。ハッピーターン作る配信してってなんかすごい無茶ぶりですね。絶対作れないでしょ。何が必要なの？まずそのせんべいが必要だよね、ハッピーターンの。
ハッピーターンキットとかでもありそうだけど。お米から、お米潰して焼いてって感じ。いやいや、めっちゃ時間かかるじゃん。白米はどこのが好き？でもお米といえば北海道もまあ有名だけど、でもやっぱ新潟が一番有名だよね。七つ星、コシヒカリ、お米の種類って何があったっけ。ゆめぴりかもある。そう、ゆめぴりかが北海道。あれ、いっぱい種類があるよ。ミルキークイーン、知らない。何それ。あ、一目惚れ聞いたことある。秋田小町も聞いたことありますね。キララ397、あ、知らない。星の夢、全然知らないもん。ふっくりんこ、そんな可愛い名前のあるんですね。うん、面白い。なんかお米の種類がいっぱいあって、あまおうってなんかナチュラルに七つ星の上にあまおうってなんかあるけど 100% 違う。いちごですよそれ。ねえ、北海道米も美味しいです。でも北海道米ラブってなんか言うの、結構 CM でやってたりする。うん、20世紀米、あ、聞いたことある。あら、もう早い、1時間もやってた。じゃあそろそろランキング読みます。13位はユートアットマーク茨城のなぎなぎ中さん、ありがとうございます。12位はゾンネアットマークのっぽさん、なぎさん大好きさん、ありがとうございます。そして11位はまるるアットマークなぎなぎ中さん、ありがとうございます。そして10位はトカチンさん、ありがとうございます。9位はサンキューサンキューテンキューさん、ありがとうございます。あ、変わった？あ、変わりましたね。言ってないのは、あ、10位はケルビンさんです、ありがとうございます。そして9位は国曜かっこ弱い人さん、ありがとうございます。8位はサンキューサンキューテンキューさん、ありがとうございます。7位はガッシュさん、ありがとうございます。6位はゾンネアットマークのっぽさん、なぎさん大好きさんで、ありがとうございます。で、5位はひじりまんアットマークソフト活源さん、ありがとうございます。4位は博多バリカタマンアットマークじゃない、ハッシュタグモアイ像は歩くよ。今日ね、モアイ像は歩いてたんだよっていう話をしました、ありがとうございます。で、3位は永井さん、ありがとうございます。2位は室長さん、ありがとうございます。で、1位はチェリオタエンジェルなぎおしさん、ありがとうございます。ね、なんかお肉のイベントが今日からスタートだったっぽくて、私は焼肉が大好きって言ったら結構皆さん焼肉ギフトをありがとうございます、ね、焼肉食べたい。じゃあ6710人の皆さん、今日はありがとうございました。ね、お話し会もありがとうございました。そう、お話し会もまあ、イベントもたくさんあって、ファンの皆さんにたくさん会えてるので、そうですね、
私はすごく嬉しいです。じゃあおやすみなさい、バイバーイ、ありがとうございました。